はい、今日はですね、この BBX シマノのね、BBX デスピナ、こっちの方がいいか。はい、こちらのね、BBX デスピナの、2500DXG のオーバーホールしていきたいと思います。はい、まあもちろん自分のではございません。左巻きだしね、俺左巻き苦手なんだよね。まあそんな感じでちょっと、今回はね分解編をやっていきたいと思います。まあ前回ねちょっと、超難しいと言われる、まあ俺が思ってるだけかもしれないけど、ダイワのオーバーホールしたんですけど、シマノの方がめちゃくちゃ簡単です。まあそれもね、もうちょっと分解しながら、説明していきたいと思います。ではね、まあ今これまだ普通のリールの状態なんで、今からねこれを分解していきます。はい、まずね分解するときに、まあ一番最初の方ね、まあいろいろ方法はあると思いますけども、キッチンペーパー忘れました。ちょっと取りていきます。はい、持ってきました。まあキッチンペーパーもね、まあちょっとややこしいな。こういうのがあると便利です。オリジナルタオルペーパー、というやつですね。キッチンペーパーはちょっと厚くなってるっていうのかな。値段も安いですね。これほら、200枚入りで、ハンズマンだとちょっと反射してるか、120円と。まあまあ普通のティッシュとかよりはちょっと高いんだけど、あのねこういうのがあると、すごく便利です。なければもうキッチンペーパーとかで、いいかなと思います。まあこの辺にね、まあ、適当に広げておいて、キッチンペーパーあとでいい。そうそう、タオルペーパーがあったと思って、こっち出しちゃったけど、あの、なんて言うんだろう、俺が自分で分かるような部品の置き方になります。これはね、あくまでもこれは、俺の自分の分かりやすい置き方となりますので、もう人それぞれです。どの辺の部品をどう置くかっていうのは、別にそんな決まってるわけじゃない。俺も毎回別々だけど、まず分解した時に、分解したい時は、まあ、組み立てる時に分かりやすく、置くための、感じです。はい、それでは、このねデスピナを分解していきたいと思います。まず、まあ、何をやるかというと、まあ これをまず取るかね、スプールを、まあ、これ後でまたちゃんとオーバーホールします。中もね、髪の毛みたいなのが入ってるな、これ大丈夫かで、次にすること、ハンドルを取ります。ここでハンドル取っておかないと、後で半分分解した時に、ハンドルを取ろうとすると、ギアの噛み合わせのとこが緩くなっちゃって、ギアが欠けたりしますので、逆やった、まず先にもう早めにハンドル取ります。もうこの時点でまずね、まあスプールとまだハンドル外しただけで、まあここは誰でもできるね。こっからね、細かく分解していきます。でこれね、ここダイヤと違ってね、この今横の棒があるじゃないですか。この1センチぐらいかな、1センチちょっとぐらいあるか。これがね外れるから超楽なんですよ、シマノはね。超楽なんです。これ外し方はですね、これなんだろう、ここね、はい、ここね、なんかバネみたいのあるの分かります？ほら、こっちがシャフトだけど、こっちがほらくるくるくるってバネみたいになるじゃないですか。まさしくこのバネでここ止まってるんですよね。うん、でこれどうやって取るかっていうと、もうなんか持ってね、回すっていうのかな、もう無理やり引っこ抜くみたいな、ほらって分かりづらいか、ほらこうやってね、ほら バネみたいです。このね、一応右の先端部分にちょっとしたロックみたいのがあるんですよ。なんだろう、これ正式な取り方知らないけど、なんか俺は回して取るっていう感じなんだけどね、回しながらこう引き抜いていくみたい。ほら、もうこれね、先端部分からほら取れて、ほらこんな感じで取れるんですよ。このちっちゃいバネ、これね、これなくすと大変。昔はねこれゴムやったんでいいですけど、なんか最近このバネの引っかかり方式っていうのかな、はい、こんな感じのバネでございます。
でバネが外れたらもうあと簡単、ほらシャフトが抜けると、横のね、でこの上のカラーっていうのがね外すと、であとはあのスプールが抜けないように、プラスドライバーで、ね、このなんで六角じゃないけどナットかな、ナットが回らないようにこのプラスドライバーでロックしてあります。ちなみにシマノの場合ここにね、いつ製造って書いてありますね、これだったら、11年の10月か、11年の11月製造です。はい、ではね、ドライバーで、ドライバー中ぐらいかな、ここをね回して、うおおお、なぜこうなるかというと、ちょっとカメラに向けながらやるので、毎度ながらやりづらいと、ここはねレンチで撮ってもいいんだけど、このシャフトがねやっぱ長いのでレンチがね入らないんですよね、このシャフトの長さで。だからこういうモンキーとかで撮るのがまあおすすめかなと思います。これもね超年季が入ってます、この一応 KTC なんだけど、もう20年ぐらいになるかな、20年超えてるかな、超年季ものです。はい、モニター見てないとずれちゃうっていうね。はい、これで、はい、ナットが取れましたと。はい、こんな感じで今そっちに置いてるんでね、なんとなくまとめてるんで、するとどうでしょう、ダイワと違ってローターがスポンと外れます。はあ、素晴らしい。まあ思ったより汚れてないかなって感じですね、思ったよりはね。まあグリスがちょっと色変わってるってことはまあそれなりって感じですけど、はい、ここまでやってきました。これがどうなってんのかな、ここはどうバラすのかな。はい、デスピアなんか一回もオーバーフローしたことないから、ここで金のあれをもらったかな、ちょっとねパソコンの、はい、パソコンのねモニターで向こうでちょっと展開図を見ながらやってるっていう、えって思うね、えって思うでしょうあ、なるほど、この金のあれが抜けるんだね、分かりづらい、ほら金のほら なんていうの、カラーっていうのかな、これで抜けると、すごいね、初めてやるっていうねやったことないからね、もうこっちも取っとこうか、後から取るのめんどくさいんだよね、どうせ取らなきゃいけないし。はい、ここまで来ましたら、はい、ダダンと、こんなものがあります。便利ですね世の中。このね中がちょっともうズームいっぱいか逆か、はい、この中がね特殊なネジなんですよ、わかる、こう4点今ほら1234上にねほらなんかちっちゃい穴みたいなのあるんですか、こっちとこっちとこっちと、これが4点のやつで、特殊な工具じゃないとちょっとまあ外れなくはないんだけど、かなりちょっと特殊なネジになっております。まあこれは多分一般的にオーバーホールができない、ほらちょっと見えるかな溝みたいのが、あれに引っ掛けてやるために、こういうね、工具がネット上で出回ってるわけですよ。でこれを合わせて回すと、ガッツリはまったね。いやさすが特殊というか専用工具、ね、専用っていうかなんか一般の人が、売ってる感じですけど。ちなみにこの特殊工具初めて使いますけどね、おいいね、思ったよりトルクはかかってない感じで、おっと、とりあえず置いて
見せましょうか。こういう感じのネジね。ロックタイトついてるのかな、この赤いの。これこれこれ、ほら、特殊なほらネジなんですよ。特殊なこう、これとこの4点のね、ほら溝があるでしょ。これとこれがピタッとあって、外れるといった感じです。これはまあ洗わなくていいか、綺麗。もうこれはね、分からなくなるので、このまま置いておきます。はい、そしたら、おブレーキが外れると。どっちでもよかったのかな、一応あれでついてたのかな。これがシマノのブレーキローターですね。うん、そうだね、ここのね、この外側に、押し当ててね、当たる部分、ここね、この白いこのプラスチックみたいな、これをレバーに言うと、こう手前に来るでしょ。この手前にこう当たる部分がちょうどここの内側の ここになるんですよ。でギュッと握るとブレーキがかかるといった仕組みです。まあもう超楽だよね。もうあっという間にここ、まあこれ話しながらやってるけど、話しながらしなかったらもうまだもっと早いからね。はい、こっからがね、まあじゃここが多分シマノで一番難しい部分になるのかな、一応は。まあどう分解するか、まあこの辺が人それぞれですけど、俺は大体こっちから外すかな、レバーを外します。硬った。でこれ反対側にももちろんネジっていうか受けがあるので、ある程度外したらこっちから押してやると、こっちも出ますから、まあそんな感じで抜けやすくするにはね。よいしょよいしょ。でレバーを外すと、レバーここから、入れれるようになっているので、1個ずつまとめると、もう軽い、この時点になるともうさすがに軽いよね、軽いっす。でこれからどうするかっていうと、この4つのネジを外します。うん、こうやってね、レバーのオンオフがここなんで、バネがあるでしょ。あ、もう開いちゃったからあれか。こうやってね、ここでレバーのやつがあるんで、まあ、最初にこの、なんていうか、バネを2つある。この下のがなんか逆回転防止みたいなバネと、こっちがレバーのオンオフの、バネです。これまあちょっと入れるとき大変なんだけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ。まあ、外しておきましょう。最初に外しておいた方が、あれですね、ピーンとかで飛ばなくていいんですよ。飛ばなくて。下はまあ後で、ちょっとこれ外した後でいいですけど。で、この4箇所のネジを外します。どうしてもちょっと遠くなっちゃうけど、こういうところもね、意外とバネがあったりするので、まよし、とりあえず外れたので、この辺をちょっとこっちに移動させると。いつも
もご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。